北、大西洋条約機構情報通信システム機関は、北、大西洋条約機構と、その加盟国に対する業務供給者。北、大西洋条約機構が展開する、あらゆる場所での作戦や演習に追随し、情報通信システム業務を提供して、任務を支援する。同様に重要とされるのは、本機関は NATO から10人の賞賛を受け入れ、ヨーロッパ、北、 アメリカ及びアジアに本拠を置く。本機関は1970年代に始まり、途中で様々な NATO 機関に改変した歴史を持つ。最初の定義可能な機関は、情報通信配信組織と呼ばれ、NATO 統合通信システム中央運用機関として存在し、その機関は NATO 通信システムを統制、運用し維持するために設立される。これらのシステムの主要素は、 初期音声変換ネットワーク、電信自動中継装置、重要度調整警報通知システム、通信衛星追跡センターシステム、装備及び高高度対流圏拡散機関通信ネットワークがあった。主に新技術とシステムの登場により1990年代初頭には、NATO 通信システムの再編成が必要となる。ベルリンの壁崩壊以降の平和の配当を享受するために、 ナト指式系統の大規模再編と同時に実施される。1993年に、ナト o 情報通信システム運用支援機関として、旧ナト o 統合通信システム中央運用機関と、欧州連合軍最高司令部、情報通信システム部の機能と統合して、設立される。時間の経過とと,ともに、ナト o 情報通信システム運用支援機関は4つの、要素を指揮下に置き、機関化。 管理統制を改善するためにさらに約25%の人員を削減する必要があると明らかになる。これらの会期間は統合システム支援センター、欧州連合軍通信法全部、NATO 情報通信システム学校ラテン、イタリア及びシェープ地域通信軍がそれに当たる。翌年に NATO 情報通信システム運用支援機関は、大西洋の両側及び全 NATO の作戦展開の ために運用支援する機関に成長した。1997年、新技術とシステムがさらに登場し、バルカン半島での活動や NATO の拡大、平和のためのパートナーシップ導入や NATO 長期、研究などの結果、この機関はもう一度再編成される。再編成の結果、次のような改期間がもたらされる。急所のスウッド地域運用センターは、海洋層として、 直属にあって、二講座ノースウッド支援。1997年12月に、NATO 協議式統制委員会は NATO 情報、通信システム運用支援機関の定刊を再定義し、署名する。この定刊は2003年10月まで継続し、後半な、研究の結果、北、大西洋条約機構理事会は次の勧告を支持する。全 NATO 加盟国での分散された。 全ての配備可能な情報通信システム能力については共同で2個の NATO 通信大隊が編成され、機関の一部となる。新組織は機関となり、NC3 委員会の非運用系統のもとに入った。機関長は、機関の一般政策決定、命令及び戦略を実行し、全ての運用者に対して、情報通信システム業務の供給のために、NC3 委員会に対して、 説明責任を負っている。これらのガイドラインに沿って NATO 情報通信システム機関は考案され、2004年8月1日に廃止された NATO 情報通信システム運用支援機関を引き継いで正式に設立される。NATO の新式系統も同時に施行され、これにより NATO 全体で約12%の人的資源を削減した。 過渡期は約18ヶ月かかるとされ2006年中頃まで体制は不完全な状態であった。正式な稼働式は2004年9月7日に欧州連合軍最高司令部で実施され事務総長に代わって当時の欧州連合軍副最高司令官であったライナーファイストドック海軍大将が執行した。ありがとうございます。